していってね。今回は有害駆除、メインのすぐ横の脇道にかけていました。では、早速やっていきます。目の前の林がガサガサしています。いましたね。まだまだ元気。行こうと思ったら逃げますね。いただきと思ったのですが問題が。はい、コンセントが抜けました。退避して再セット。うまいところに逃げます。もう逃げられませんよ。少しお話。最近規制が厳しく、なかなかうまく動画がアップできません。皆様はお覚悟期待で見ていただいていると思います。なので申し訳なく思っております。うまくアップできたらいいのですが、数個アップして基準を満たしていないと、その分規制が強くなっていく印象です。削ってアップを繰り返していますので、その分回数も増えての悪循環になっています。できるだけ収益化したい。楽しみにしている皆様に、現場のそのままを見ていただきたいとの、板挟み状態です。いい案があったらコメントいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。同じ場所で取れる確信があるので、再度かけ直します。少し曲がっているので手で修正かけます。
割れて穴の中に石が入っていました。ですが周りはあまり荒れていないので十分チャンスはあります。とりあえず土を出します。周りも土をどけてこんな感じに設定。ワイヤーは付け替えます。傷んではいなさそうですが家でチェックします。新しいワイヤーは気分がいいです。この場所は竹が多いので、ワイヤーをかける場所に手間取りません。針金の上に土を入れてた。この金具を使う場合2メートル以上長くないと、この金具の効果は最大限使えませんね。走った時の惰性で曲げてしまうので、その分の加速が必要になります。あまり長すぎると逆に危ないので、この辺りの長さが妥当ですね。スプリング設定完了、あとは設置です。石が多すぎて杭が打てない。あとはうまく隠すだけです。まあ今回はこんなものでしょう。あとは石でうまく誘導します。こんな感じでセットしておきます。あとは雨が一回降ったら出来上がりですね。なじませるのも大切な作業です。といったところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てね。